皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。数式モデルに基づき計算を行うとき、関数の微分値を求めなければならないことがあります。例えば、方程式の項目を求めるときに使うニュートン・ラプソン法では、プログラムがどの関数にでも対応できるようにするため、数値微分の使用が必要です。そこで、これから数回に分けて数値微分についてお話しします。数値微分法の最も代表的なものは、微分の定義式に基づく近似式を使って計算を行う有限差分法です。今、関数を1式で表すとき、微分の定義式は2式により与えられます。1式の関数の形状が図に示すような曲線で与えられるものとします。2式によれば、微分値は微分点 x イコール x と、これよりわずかに大きな x イコール x プラス h の点における関数値を使い、曲線上の2点を通る直線の勾配を計算することで近似的に与えられると推測できます。この時の数値微分式を求めるため、 fx プラス h を3式のようにテーラー展開します。テーラー展開についてはウェブ上に多くの説明があるので、それらを参照してください。なお、リクエストがあれば、これを私の動画でも説明します。3式中の右辺の最後の項は、それ以降の項の和が h の4乗のオーダーであることを意味します。3式を f'x について解くと4式が得られます。これより微分式は5式のようになります。本式は f'x の近似式であり、厳密な2式とは異なります。しかし、以下ではこのような近似式を簡単にイクオールを使って表すことにします。また、4式から5式による微分値は h のオーダーの誤差を持つことを理解してください。例として、6式の関数を使い x イコール2における微分値を5式により求め、その精度を検証してみましょう。この式の同関数は7式で与えられ、x イコール2における正しい微分値、すなわち図中の直線の勾配は16となります。表は h を次第に小さくした時の微分値を示したものです。h が最初小さくなると、数値微分値は正確な値16へ近づいていきます。しかし、 h が10のマイナス8乗よりも小さくなると、逆に誤差が大きくなることがわかります。5式によれば、 h が小さくなるほど精度が向上するように思われますが、そうはなりません。これは h を小さく取りすぎると、fx プラス h の値が fx の値に近づくため、これらの値の差を取ったとき、計算値が正しい数桁の値しか残らないからです。計算を有効桁16桁の倍精度で行ったとき、コンピューター上に計算結果を出力させると、16桁の最もらしい数字が表示されます。このうち正しい数字は上位の数桁のみであり、残りの数字は計算結果を格納した時メモリーに残されていた値なのです。これを知らずに、表示された計算値の全てが正しいと誤解しないようにしてください。このように数値微分では刻み幅を小さくしても有効桁に匹敵する桁数で計算値を得ることができません。
常に誤差が生じるので注意してください。誤式は前方差分式と言います。同様に微分点 x イコール x とこれよりわずかに小さな値 x イコール x マイナス h の点における関数値を使って微分値を近似的に計算することができます。この時の式は Q 式で与えられます。これは後方差分式と言います。この場合も計算誤差は h のオーダーで発生します。有限差分法において計算精度を高くする一つの方法は微分点の両側の点における関数値を使用することです。この時のテイラー展開は次のようになります。3式から10式を差し引いた式からこの時の数値微分の式は11式のように与えられます。11式による計算値は h2 乗のオーダーの誤差を生じます。さらに精度を向上させるため微分点の両側の2点、合計4点で関数値を求め、これらを使って微分値を求めることを考えてみましょう。テイラー級数式は3、10式に加え12、13式が必要になります。3回微分の項を消すため3式 ×8 引く10式 ×8 引く12式足す13式の計算を行い、結果をまとめると14式を得ます。本式による微分値の精度は h4 乗のオーダーとなります。前と同じ関数を使い14式による微分値の精度を検証してみましょう。表から明らかなように14式を使うことで確かに精度は高くなります。この例では h が 0.1、0.01 付近で最大になり、これよりも h を小さくしていくと精度が低下することがわかります。これは関数の値の大きさに応じて h の最適値があるからです。したがって14式を使う場合、h の最適値の推算が必要になります。本式の欠点は計算点の数が多いことです。一つの微分値を得るのに4点での関数値を計算しなければなりません。これによりプログラム全体で何回も微分値の計算が必要なとき、計算時間が問題になることがあります。また前述のように最適な h の値の推算が必要であり、さらにこの値を使ったとしても関数の形状が複雑な場合、計算精度が10桁ぐらいまで低下することがあります。通常この桁数は十分な精度です。しかし計算を繰り返し行った場合に最終的な計算値の精度が大きく失われることがあります。お気づきのように有限差分式は数値の差で構成されているので桁落ち誤差が必ず生じます。よって計算法の原理上計算値に対して不安が残ります。これを完全に解消するには微分値が常に有効桁と同等の精度で与えられる超高精度数値計算法の導入が必要です。これについては後の動画でお話しします。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画までごきげんよう。